はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高等式丸1をお送りします。で、前回までね、分数式の計算やってきたんですが、ここから高等式で、ちょっとね、これもしばらくやっていきます。で、まず第1弾でポイントはなしで、問題が3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずやる、今回やるね、3問の問題なんですが、次の等式が X についての高等式となるように定数 ABC の値を求めようという問題です。で、これはね、最初の動画ってこともあるんですけど、すごい簡単です、高等式。基本的にか、あの、なんだ、物を分かってしまえば。で、高等式ね、ざっくり言うと左辺と右辺が同じになるよって、その文字に何を値をね、何の値を入れても同じになりますっていうものです、高等式。いいかい、ざっくり言うとね。で、どう解くかっていうと、まず一つ押さえなきゃいけないのは、これ X についての高等式となるようにって書いてあります。つまり X が主役だと思ってください。いい、そこを押さえる。いっぱい文字が入ってくるからね。で、X が主役なので、なんとか X2 乗足すなんとか X 足すなんとか、つまり X がついてない定数項ね、っていう風にまとめなきゃいけないの。いい、 X が主役だから。で、まず1番を見ていくと、カッコ 3A プラス BX プラスカッコ 2A マイナス B マイナス10イコール0となってます。つまり右辺はもう0なんで、ちょっと無視するよ。左辺はなんとか x プラスなんとかに綺麗になってる。もしこの中になんとか x っていうのが入ってたら、こっちに入れなきゃいけないんだけど、ちゃんとなんとか x プラス x のついてない定数項になってるから、これもスタートが切れます、この状態で。で、どうスタートを切るかっていうと、先にね、あの、これ連立なんですけど、書いちゃいますね。なんでそうなるか後で言います。ここ 3a プラス b、 x についてるこの 3a プラス b ね、これがイコール0なんです。で、もう一個後ろの 2a マイナス b マイナス10、その x がついてない定数項の部分ね、これもイコール0なんです。で、この連立、まあ連立に関してはね、もう中学校でやってるんでいいと思うんですけど、あとはこの連立方程式を解いたら、もうそれで終了なんですね、超簡単な。でも、なんでこうなるのかっていうのをぜひ押さえてください。で、なんでこうなるのかっていうと、右辺これ0だよね。で、今左辺は x の一次式です。 x しかないから、 x2 乗ないからね。ってことは、なんとか x プラスなんとかになるわけじゃん。それをもしだよ、無理やり0の方で書こうと思ったら、これ 0x プラス0ってなります。もちろんこんな書き方しないけどね、普通は。で、わざとこうやって書く。そうすると、さっきも言ったように、高等式ざっくり言うと左辺と右辺が同じなんです。で、何が同じかっていうと、その x にくっついてる係数、 x にくっついてる係数、この部分ね、が同じにならなきゃいけない。だから 3a プラス b と0が同じなんです。だからイコールでつなげる。で、残ってる定数項の 2a マイナス b マイナス10、この部分と x がついてない定数項0が同じにならなきゃいけないんで、 2a マイナス b マイナス10イコール0と。で、この2つの連立を解けばもう OK だよという感じでやっていってください。いいかな。で、これちょっとね、幅がないんで暗算してしまいますけど、これ両方足すと B がどうせ消えるので、 5A イコール10だから A イコール2か。で、 A イコール2なんで、ここに2を入れれば6で、こう持ってくればマイナス6だね。いいかな、こうでいいか。で、これで答えという感じになります。で、2番。で、次はちょっと最初にやらなきゃいけないことが出てきて、左辺が A カッコ X マイナス3プラス B カッコ X プラス1イコール 5x マイナス3 となってます。で、さっきも言ったように x が主役なんです。ここを絶対押さえておく、問題によって違うからね。で、なので x が主役だから、なんとか x プラスなんとかにしなきゃいけない。まあ、今回ね、一次式なんで、なんとか x で、左辺をよく見るとなってないんだよね。
なんとか x に。だからしてあげる。じゃあどうするか。まず左辺を全部展開しましょう。で ax で a 配るとマイナス 3a だね。次プラス b をこことここに配るんでプラス bx プラス b となります。っていう辺はそのまま書いておきましょう。でちなみにこれやり方2つあって、俺このままやってしまうんですけど、 5x-3 を全部左に持ってくるタイプの先生もいます。でそうやってやる子もいると思うんだよ。もちろんそれでも OK です。答え同じになるからね。で左辺を x が主役なんでなんとか x にしてあげる。そのためには x がついてるのこの2箇所でしょ。だから x でくくると、ちょっと x 後ろに書くよ。 a プラス bx になります。こことここを使ってね。で残ったのを後ろに書いてあげるんだけど、この時も意図的にわざとプラスカッコと書くと見やすいです、すごく。で残ってるのがマイナス 3a とプラス b なので、マイナス 3a プラス b 閉じます。でイコール 5x-3 と。こうすることによってなんとか x プラスなんとかイコールなんとか x プラスじゃないけどね、プラスなんとかという形になると。そしたらあと連立です。でどう立てるかっていうと、今 x の方を見ると x にくっついてるの a 足す b でしょ。こっちの x にくっついてるの5でしょ。だから a 足す b イコール5になります。こことここが同じものになんなきゃいけないから、いいね。でまず左と右側のマイナス 3a プラス b とマイナス3、これも同じなんでマイナス 3a プラス b イコールマイナス3となります。であとはこの連立方程式を解けばいいと。でこれを暗算するか、引き算すると変わって 4a と8になるから a は2か、また2だね。 a イコール2で a を上に代入して2だとこう持ってきて3になるのか。だから a イコール2、 b イコール3とね、こんな感じで解くことができます。いいかな。厳密にねちゃんと言うんだったら左と右が同じになるようだけだと口頭式足りないんだけど、説明書でも。こういう問題を解いている時にはなんとか x プラスなんとか、なんとか x プラスなんとかの形に持ってって、その x にくっついてるものが同じなんだよって、で x がくっついてない定数項同士が同じなんだよって、でそれで連立解けばいいじゃんという感じでやってもらった方がやりやすいかと思います。で最後ですね、最後は x2 乗が入る。で左辺は x2 乗だけです。で右辺が a カッコ x マイナス2の2乗プラス b カッコ x マイナス2プラス c となっております。でこの2乗が入ってる時も全く同じです、やることはね。でどうやるかっていうと、まず左辺ね、これはもう何もできないんでそのまましましょう。イコールこれ x マイナス2の2乗を展開すると x2 乗マイナス 4x プラス4です。それに a を配るからちょっと暗算でごめんね。 ax2 乗マイナス4だからマイナス 4ax です。 a 配ってね。でプラス4だからそれも a 配ってプラス 4a です。まずこの部分ね。で次が b を配るからプラス bx マイナス 2b で c が残ってるからこうなる。でさっきと同じようになんとか x プラス定数項、今回は x2 乗があるんでなんとか x2 乗なんとか x なんとかプラス定数項という感じで持っていきます。でそうすると2乗でしょ。で x2 乗1個しかないから ax2 乗、これいいね。で x がこことここにあるので、まあこれ好みでいいんだけどね、俺はプラス、意図的にねプラスマイナス 4a プラス b という書き方をします。で x で閉じる、今こことここで最後もプラスの方がいいです。で残ってるのが 4a とマイナス 2b とプラス c、 はい 4a とマイナス 2b プラス c と。これで綺麗にまとめることができました。で最後連立をいくんですけど、まず x2 乗にくっついてるのがこう1でしょ、これ a でしょ、だから1イコール a となります。だけどあれだな、 a イコール1で書き方をしようか、のが見やすいね。 a イコール1となります。で次 x にくっついてるのがこれです。
で、こっちは x がない、だから 0x と考えてください。さっきと同じだね。だからマイナス 4a プラス b イコール0になります。いいかな。で、最後がこれ、ここも定数項がないのでこれイコール0なので 4a マイナス 2b プラス c イコール0となります。これ入ってる？あ、ギリ入ってるね。で、この3つのね、連立方程式を、これを解いていく。でもこれすごく簡単で、なぜなら a イコール1っても出てるし、これ答え a1 って分かってるから、この2つ目の式に a イコール1を代入するとマイナス4プラス b イコール0、つまりちょっとごめんね、 b イコール4ってことが分かります。で、次に a と b にね、両方数字を入れちゃえばいいので、A に1を入れると4で、 B に4を入れるとマイナス8、ちょっと一緒に書いておこうか。で、プラス C イコール0なので解くと C イコール4となります。だから最後 A イコール1、横に書こうかな今回は、 B イコール 4C イコール4とね、これで3番の答えとなります。いいかな。なので、まあね、こんな感じで基本的なスタイルは同じです。なんとか x プラスなんとか、まあなんとか x 2乗プラスなんとか x プラスなんとかと、で揃えてあげて、左辺と右辺の係数の部分を見て、それが同じだよと、でその連立方程式を解けばいいという感じでやってみてください。で、さっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、この問題の時にこれをね、先に左辺に持ってきてもいいよって話をしました。で、そうするとどうなるかっていうと、5x-3 こっち持ってくるでしょ、で持ってきて一緒にまとめます、全部。そうすると右辺が0になる。だからここに出てきた係数イコール0、ここに出てきた係数イコール0で解けば同じね、答えになりますので、どっちでやっても大丈夫です。ちょっとね、今外でね、選挙カーが走ってるんで声入ってると思いますけど、ごめんね。では今回は高校数学数2の高等式丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、ちょっとね、続くと思いますんで、また次回はね、違うタイプの問題取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。